ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。え、なんだよクソ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああこの男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。おお、裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああマジかよ、仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。あの世。え、どうした。そう、いろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒ぐしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだぞ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが
俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか？わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。ん？あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。わかった。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番。春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。
稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえ。だが。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ新入り君。どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え、受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメって。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザかお前。つい最近まで、いや、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふん、何があった？話せ。18年も無所勤めした子分を撃つなんてなかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、そう、何とも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。
尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。え？ああ。しみるな。これぞ異人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。おう。ああ。はい。なんだ？チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物の、まあ、チャリに乗っ。ちなみにそいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、分かったよ。の、落ちてる落ちてる。あれはなんだ。気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。の、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。まっそのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち菅さんのとこに帰るか。
チャーリーには慣れたか。ああ、だがカンは他の奴らに拾われちまったな。まあそんなもんよ。偉人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いから。弱肉強食なんだな、ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は。時間内にこの拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。もういいよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、工事完了だ。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるの。エコポイント。缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてるんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう。じゃあとりあえず換金してくれ。ほう、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いて。せちがらいぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャーリーならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、母さん。また来るよ。どうだった？
すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。むしろ普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きうめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな、寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かったよ。よう、ナンバちゃん、ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな余ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。ナンバー、このでけえのお前のか。
ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。やめろ、触んじゃねえ。ちわーすの。いやー、ごめんよナンバさん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ、後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号にまくれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。邪魔すんじゃねえよ。負けねえぞ。よし、行くぞ。やってやるぞ。やるんだよ。見せてやるよ。ほら、うわ、来い来た。ほら来いよ。なめんなよ。かかってこいよ。してみろ。来いよ。しやがれ。とっておき見てろよ。やめんなよ。逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。とっておきだ。来いよ。見せてやるよ。ほら来いよ。なめんなよ。とっておき見てろよ。よし、行くぞ。とっておきだ。ほら、おい来た。してみろ。とっておき。くそ、逃げるなら今のうちだぞ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。大人数。俺の番ね。見てろよ。ああ、どうかお恵みを。行くぞ。お前どうなんだよ。よし、行くぞ。見てろよ。
てめえ。なめんなよ。俺の番だな。とっておきだ。強くなった気がするぜ。一つ上の男。てめえ、てめえ、俺がハンピンデューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。でその最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ。てめえ、これで済むと思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ティーちゃん。何？俺は横浜のことは詳しくねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り超えた上にホームレスからは帰り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。貴様ら。なあていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっか。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いやすまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。
そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴開いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってヤクザ、やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は？近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか？連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことだ。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。三つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。え？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああ
でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。いや、さっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、なんだそれ。やばい、覚醒一番。え、ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。に偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札だって持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。わかってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？
一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろ。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。ああ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。面倒くさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ、うん、騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索の願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレて、またどこかをさまようなきゃなんねんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。
の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは龍か。いや、あれは龍じゃねえ、龍魚だ。龍魚。うん、本当は龍を掘りたかったんだけどよ。え、なんで龍を掘らなかったんだよ。龍ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。バカにしてんのか。そういうもんなのか。まあでも龍魚ってのもなかなかかっこいいじゃん。何してんのか。だろう、俺も気に入ってんだ。何見てんの。黙れ。やってやるぜ。よし、行くぞ。よっしゃ行くぜ。よっしゃ行こう。とどめだ。おら、あっ、来てみろ。こんな感じ。来やがれ。とっておき。お願いします。そういやよ、お前の背中は大…そういやよ、お前の背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは龍か。いや、あれは龍じゃねえ、龍魚だ。龍魚。うん、本当は龍を掘りたかったんだけどよ。え、なんで龍を掘らなかったんだよ。龍ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。おい、ちょっと待て。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。怖いの。え、逃げるなら今のうちだ。取っておきな。見せてやるよ。おい、来た。ほら来いよ。見てろよ。とっておき。よいしょ。よし、勝った。また強くなっちまったか。あ、いいな。ん？何いんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。
ツオさん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられた門同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。バイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック、一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いつも勝手なんですから所長は。
んだよ。強そうだな。いい加減しねえぜ。俺の番だな。逃げるならやる。おい来た。してみろ。いやよ。とっておき。いや、喧嘩だったぜ。あ、いいな。ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。
奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ。もう話したろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことだ。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万は行くよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。ナンバさんは知り合いいねえのか、コミジルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。おこら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。
嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい、こっちから願い下げだ。おい帰るぞ。すみませんでした、本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ。電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア、そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ、納得いかねえな。は？泥棒された上その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああそれがママの出せる限界でね。でも構わねえ、俺やるぜ。マジかよ、ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ、誰かさんと違って。このババ本当にいいんですか。ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいマシ、俺たち、俺も入ってんのか。ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか、ママ。しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張ってやつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜアンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ、死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いやお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ一番、もう石ころで住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、なんてポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。
まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。な、うわ、やめろ。お前、コミジュルなのか。おい、待て。邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ。かかってこい。俺の番だな。とっておきだ。上の男、キンクス。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかい。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほど人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたきゃあのアマに聞け。アマ。お、待て。おい、一番、オーナー、やめとけ。一番、あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいるのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番、見ろ。やべえ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。よし、一か八かだ。おい、コミジュル専用。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの伝線の件だ。
あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら死んだな。気が済んだか。え、嘘。ありがとうよ。そうこなくっちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。ありがとうございます。待った。え、はい。ねえ、なあ。違うって。へえ、分かった。おう。おう。暴れ。負けねえぞ。よし、行くぞ。
とっておきだ。見せてやれよ。おい来た。見てろよ。なめんなよ。とっておき。よいしょ。おう。おう。おう、来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。しけりすぎてホコリも出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。異人町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン。違法風俗反対。異人町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。身長から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう 14、5 年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。
青木亮、今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう、確かカムロ町産経作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中居の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中居と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよ、ガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいなお兄さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもんのためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん、犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。お、うん、2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってもしかして。そらよ。ああ、なかなかやるじゃないか一番。
なあ。お？はい。では。おう。おい。待った。おい。そうか。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのかい。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろ？ああ。ここに住まないかい？二階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか？
それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしでかそってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが一人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。恩に着るぜ。見ろ、一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことが
お前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？ああ、なんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その意気だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。めっしゃこれ、今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何、何て言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。